ラジさあ始まりました「女装ラジ女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそこの番組は「スタートユアレインボー株式会社キャンピーの提供でお送りします「セイフラジ 次の第1週は性ラジ。性的少数者、男性、女性、性教育などをテーマに、基本ゆるゆるの女装ラジの中で、真面目に社会的なお話もしていく週でございます。レギュラーパーーパトナーは ゲイ、ドラッグクイーン、レズビアン、トランスジェンダー、さまざまな性の少数者がお迎えするミックスバーを新宿二丁目と渋谷パルコで経営しているのびのびゲイのかゆみ社長でございますはい、よろしくお願いします今日初めてお話しする方とお相手なのでちょっと緊張しておりますよろしくお願いします <laughs> おじさん緊張してるんですねしてない、してない、緊張はしてないですそんな、はい、あの今週のゲストは、えー、LGBTS フレンドリーな不動産 アイリス代表の須藤昭弘さんです。ようこそ。皆さん、はじめまして、えー。株式会社アイリスの須藤昭弘と申します。えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますもういきなりね、こう怪しいネットラジオに出てって言われて、<laughs> ちょっとびっくりしちゃったんじゃないですか、明弘さん。 いやあのそんなことはなくてですねむしろあのブルボンヌさんからお声がけをいただけるとは思ってもいなかったので<ー>とても驚いて、はい嬉しく、うん、思っておりました2人はブル,ブルと須藤さんはツイッターは前から相互フォローさせていただいてて浩さんのね <laughs>、はい、こう立派な活躍とかはあどちらちら拝見はしていたんですけど <laughs> あれかなプライドの 会場とかででもほとんど挨拶とかもちゃんとは交わしてないよね、はい、そうですねあのー、<ー>なかなか僕からするとやっぱりこうブルボンヌさん方はすごい大先輩なのでお気軽にちょっとお声がけさせていただくれていいのよ <laughs> <laughs> なかなかはいあのー、しっかりとご挨拶させていただくのは<ー>実は今日が初めてということで、はい、<ー>すごく楽しみにしておりましたあの<ょ>これ須藤さん須藤さん あ濁らない、すごい社長やっぱそういうとこちゃんとね気にして浜崎さんと浜崎さんとかのね違い大事だったりするもんね。そうなんですよねこうジョソラジってどうしてもやっている人たちが結構なババアというかあのベテラン世代なのでこう昔から知っている、はい、まあ 女装さんもそうなんですけど、まあ、LGBT で何か活動されている方も、まあまあね、こう、世代が上の方の方が主流のゲストなので、今日のね、ええ、須藤さんは、もう思いっきり若い世代で、かつ、今までも慣れ合っている人と、なあなでやるとかじゃなく、あ、ちょっとラジオ番組風に、はい 今、若手で頑張っている方に、ご出演の声かけしてみましょうっていうのをチャレンジした今週になるんですよね。はい。引き続きになます、ますは。い。えっと、僕はですね、今年三33の代で、今、32歳です。33?、うん、かゆみさんからしたら完全に息子ちゃんまあまあ、全然息子ですね。改めまして、えー、プロフィールの方を、ご本人のね、 経営されている会社のホームページから主に抜き出したものになるんですけれども、ご紹介したいと思います。いますはい、1989年、宮城県生まれ、不動産会社を経て、金融業界で証券や保険を中心にリテール営業業務に従事。 LGBTS の当事者として、2014年から FP、これファイナンシャルプランナーのことあ、そうです、はい。FP のライターとして、ウェブメディアなどで執筆活動を開始、並行して Iris の運営をスタートした。 2016年にアイリスを法人化後に不動産事業を開始現在はラジオ MC や学校企業での講演活動など幅広く活動を行っているということでございます、うん、ありがとうございます <laughs> 社長は今日自分がこういう方をゲストにお声がけしたよっていうまではあまりアイリスさんの活動とかは知らなかったごめんなさいなんかこういう新宿二丁目でお店やったりいろいろしてる割にはまあそうです 二丁目内のお店のことも全然知らないし、この業界のことも本当に、仲良くなると深くなるんですけど、なかなか自分の中で広げていこうというタイプではないので。そうね。そんなにその世の中の LGBT ニュースとかにアンテナ張ってるタイプでもないもんね、興味ない。ね、興味ないとか言ってな,ない。問題発言、問題発言。<laughs> あの、<う>自分の中ではその悩んだことがないので、苦労したことがないので、 ういうタイプだよねよう実はもうね本当にホームページの方の経歴とかにも出てるんですけどいろんな地上波のニュース番組とかでもこう取材を受けられている方だったりして、うん、もうここ近年のねこう若き LGBT 活動家の中でも <laughs> あの特に今回はあの、はい、なぜそういういろいろね若い方立派な方いる中でストークにお声がけしたかというと。 季節感ですよね。あの、はい、<laughs> お引っ越しのシーズン、新年度の前ですから、今ちょうどね、こう学校とか就職のタイミングで、お部屋を探している方も多い時期だなというので、はい、あそういえば、LGBT 向けのね、不動産をやっているストークンに、この時期だったら出ていただく、こう、言い訳にもなるわっていうのも。言い訳、な急にさ。 ババーが若い子に声かけるとなんか怯えられるといけないから、<いや S 1> <laughs> 見分けが欲しいじゃないですかね。<laughs> はい。ああ<の>先日は、はい、ありがたいことに、あの、バブリーナさんとちょうどご挨拶させていただく機会とかもあったりしまして。はい、デッドバイデイライトでもやったの <laughs> <laughs> なんかあの、あるお店でちょっとご挨拶させていただくことがありまして、ちょうど SNS も交換させてもらったりとかして、改めてこうキャンピーさんにもご挨拶さいきたいなとか、ちょうど思っていたところで、嬉しい。はい、じゃあ、今、ちょっとね、ババアと知り合う風が吹いてるのかもね、<laughs> <laughs> 何んの得があるんだ <laughs> ドラッグクイーンの方と、胡蝶蘭子さんとか。 エスムラルダさんとかとは交流がありまして、うん、エスムさんはうちのこうラジオ番組にもお越しいただいたことがあるっていう感じですね。エスムさんはね、はい、ちょうど明した50歳の誕生日イベントに私もお呼ばれしているタイミングで、はい、あであじゃあ、じわじわとね、ばば、はい、あも攻めてくれてはいたので、ね、<laughs> 先輩方とは、はい、あのできればお話ししたいなといつも思っております <laughs> 逆にこっち。 はいはいかりましたはいなんかはい、うん、はい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 ないは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 かはい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 はのはい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 いはいいは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 い 機会とか、やっぱりより多くあった方がいいかなと思っておりまして、うんうん、そういったところでは、あのうん、僕がやっているこうラジオ番組とかでは、あのうん、ゲストでお越しいただくということもあったりします。ななるほどねなんかやっぱ まあ、年を取るとというのを言い訳にしちゃいけないけれども、こうフットワークが軽くなくなっていくところがあって、はい、知らない人急に、ねはい、声かけられないしみたいなのがあったので、今回もね、ええ、ちょっと勇気を出して <laughs> あのアタックしてみたんですけど。お願いします。<laughs> はい。 なというわけでねあの実は私もあのちゃんとお話しするのは、はい、この「女そラジのいきなり本番が初めてという感じで, <laughs> で神社長も今日がお初でねそう,そうですね、うん、はいあじゃあ言っちゃっていい神社長あの最初あ,あいいですいいですそうなんかねあの最初この方を今回、はい、聖ラジのねゲストで春の引っ越しシーズンだしお招きしようと思ってますって言ってねその須藤、はい、さんの会社のアイリスさんのホームページの まあ、ストさんが代表取締役だから一番最初に出ているじゃない、はい、あのページの URL を社長に LINE で送ったのね。はい、そしたら社長が、はい、え、大丈夫ちょっと、あの、いかつい人たちなんじゃないのって、<laughs> 怯えたような LINE が返ってきて、ま。怯えたというかこう、なんかホームページを見て、あの、メンバー紹介の欄を見てたら、なんかみんな腕組みして、ちょっと怖そうだったから。<laughs> まあ、僕の考え、僕の考えだと、あ、そうかって、スーッと閉じちゃう、ページを閉じちゃうようなイメージだったので。<laughs> あ、で、言われてみたら、あ、確かに社員の人がみんな腕組み写真だなと思ったけど、あ、それでちょっとおじけづく社長かわいいとか思って、<laughs> って私が勝手にね、社長に、ほら、不動産とかって、はい、ほら、なんとか建設のなんとか組とかもそうだけど、なんかちょっと強気で行かないといけない業界なんじゃないとか、勝手にこう、<laughs> 説明をしたりしてて、笑ってたんですけど、はい あのなんか、やっぱりちょっと強くあろうみたいなイメージだったのあそうですねあの、2つ理由がありまして、実はあの去年の夏にその写真を撮り直したばかりなんですけれども、1>, うん、1つ目がやっぱりあの頼ってもらえるように、こう強い印象っていうのは、皆さんに感じてもらえるようにっていうところで、あのポージングをしております。なるほど、ねはい これは、ね、あのそ,うそうなんですよお客さんだけじゃなくて実はやっぱ不動産業界同業に向けても同じメッセージでありまして、うん、やっぱりこうなめられるとちょっとこう、うん、交渉事とかが効かなくなってきてしまう業界なので、うん、ああのいわゆるこう不動産業界って色黒単発オラオラ系みたいなのが昔はすごく多かったのはやっぱりこう。 男同士で、こう、なんでしょう、こう、牽制し合うというか、舐められないようにみたいな、多少あったんですよね。うあまあそういう名残も、まだちょっと残っているっていう、ね。私の推測も、あながち間違いじゃなかったんだね。そう,そうね。そう、ねね、そう、やっぱ、<ー>ほら、なんとかグミとか怖そうな人もいる業界じゃないとかって言ってたら、本当にそうだった。<laughs> <laughs> そうなんです、ねで。もう一つ目の、二<あ>つ目の理由としては、あのうちもやっぱり、あのベンチャー気質が、 強いというか、まあ、うん、あのー、ソーシャルイノベーションセクターとして、まあ、ソーシャルベンチャー企業なので、うん、まあ、これから頑張っていこうぜっていう意気込みも込めてっていうところですね。うん、気合いのポーズね。なるほど、ね。ね、心臓を捧げようぐらいのね、イメージ、ねあ。そうですね。なんか弱っちいおじさんはもうちょっと取り残されてる感じがするかも。<laughs> <laughs> うん ねまあ、そういうところも含めてきっと新世代の感覚なのよ。はい、だってま、まね,ね、一昔前だと、はい、その、まあ本当にそれはその時代の良くないところなんだけど、こう、例えばトランスジェンダーの人がお水の、 こう、はい、すごく過剰にキャラクターを誇張しないといけない。業種にしかつけなかったとか、そういうことと、うんうん、逆に。これからは、そういう人たちがこういう業界にいるんだみたいなところを切り開いてくれているってことだよね。そうです。僕たちなりの一応アピールでありまし、うん、すま。すまそうよ、もう今日し話して、<laughs> 怖くないの伝わって。はい、はい。<laughs> 怖いとか言うわけじゃないんだけど。<laughs> はい、すみません。失礼しました。はい。 <laughs> はいまあ、そんな、ねはい、あの切り開くような、ね、こう事業を今手掛けている人さんなんですけれどもあの月曜日はこう、はい、その人が今そういった活動をするに至る前の流れを掘り返すという,、ねはい、もうおじさん芸2人が若い芸起業家を掘り返そうというのがまず月曜日いつも恒例でやらせていただいてるんですけれども。<laughs> 怖がらないで。はいはい、<laughs> というわけで、須、え、藤、ー、社長のヒストリーを伺いたいと思います。はい、はいはいえー、まず、宮城県ですくすくと育ったお子様時代は、どんなお子様だったとか実は僕、川崎生まれの宮城育ちでして、<ー>うちの父親がですね、まあ、あの何回かこう、 結婚と離婚を繰り返しているものでして3歳の頃までは実は僕お母さんのもとで一緒に住んでおいてその当時川崎にいたよとそこからですねちょっとあまりにもこう夜泣きとかあとは喘息とかあとアトピーとかがひどくてお母さん一人で育てるのが大変だっていうことで父親に引き取られて宮城県に引っ越してきたっていうことでありました。歳のの頃だとそこの お母さんからお父さんにこう生活が変わったっていう記憶はのあ,るのあるもんなのなん母との記憶は通信というか2場面しかなくてですね一、うん、つが僕がハイハイをしながらお母さんが掃除機をかけてるところをこう、えー、ついていくっていうところですねそれって記憶にあるんだねはいそこだけはいまだに鮮明にありますねハイハイかでもう 小学1年生ぐらいの時に母親とあの会える機会があって、うんうん、その時に母が泣きながら僕を抱きしめてくれている久しぶりに会えたわけだもんねそうですね、うん、顔とかはもう覚えていないんですけれどもあの泣きながら謝りながらこう抱きしめてくれている<あ>ここだけは今何だに覚えてますね,、うん、ねえドラマがあるのね <laughs> でもどちらかというとじゃあ感覚的には、はい、お父さんのもとで育って <た>はい、宮城でのののの時時代代方が自分の子供時代の記憶ってことなのかなそうですね,ね、はい、なんか勝手な印象で私自身もその若い頃芸雑誌の編集とかをしてて全国ゲーバーだったりとかの取材で回ったりして、はい、やっぱり東北はより保守的な風土だっていうイメージがあるんだけれどもそれは秋広くんの時代でも感じた、はい ありましたね。やはりあの特に僕が住んでいるエリアというのは仙台市内ではあったんですけれどもやはり、まあ、地方でありますからこう考え方がちょっと保守的というかそういったことが多くて当時僕男の子と遊ぶのも好きだし女の子と遊ぶのも好きだったとで初恋は女の子だったので実は高校の 小生の頃までは女性と付き合ってたりとかしていたんですけれども、うん、でも小さい頃って遊ぶ鬼ごっことかいろいろある中で実はおままごととかも僕、うん、あの好きだったんですよねうん、うん、あるある <laughs> でおままごとをするのも好きだしみんなで鬼ごっこするのも好きだし、うん、みたいなただなんでしょう,こう僕は女性が好きなんだっていうふうにまあなんかこう疑いもしないまま一応小学生中学生ぐらいまでは育っていったっていう感じでしたね中学生まで そうですねこ正直、僕、うん、高校生の頃に付き合ってた相手は女性だったんですけれども、うん、なんとなく気がついてたかもしれないんですが、うん、あやっぱり当時、当時こういう、なんでしょう、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、ああいうのがすごくその学校の中で笑いの対象になっていたりとかしていたので。うん が絶対自分はこう強く見せるみたいな状況が続いていてましんか、ね、なやっぱ世代によってその辺変わっているみたいな話もするけれどもうちらからしたら20年25年下の世代の昭弘君でも学校内でおねっぽさいわゆる女性性の表現みたいなのが出ちゃってる男子はやっぱりからかいの対象だったのね。はい そうですねなんでこう、ちょっとこうやんちゃな風に見せるみたいな強く見せようとあろうとするっていうのはあったかなという記憶ですね、うん、勝手に沸き起こる感情としてこう男子が好きみたいには思わなかった、はい、男子が好きはなかったんですけれど。 当時あの僕身長今165センチなんですけれども、うん、まあ学生時代小中高校生までやっぱり常にこう何でしょう,こう えー、先頭だったというか、ここ身長がちっちゃくて、ねねねね、そうです、前の方で。で、当時はあの髪の毛が僕、長かったんですよ。昔、パラパラとか流行ってる時代だったので。なので、後ろ姿、よく女の子に間違えられるような感じで、<ー>こう男友達とか先輩たちからこう抱きしめられたりとか<ー>、はい、そういうボディータッチがめちゃくちゃ多かったので、うんまあ、そういうところでの抵抗感は全くなかったっていうのが本音ですね。 ちっちゃくてそういうふうに抱かれ、抱きつかれたりっていうのは社長もそうだったって言ってなかったそうね、そうだね、そうだね。ねちなみに、瀬戸君は、<laughs> ねはい、性欲というか、まあ、あこの話でいいのかな、はい、初オナには何歳ぐらいですか <laughs> 初ナには小学1年生ですね。なんかこれ、小学、小学枠,枠が違えば変態おじさんのセクハラだけど、<laughs> あくまでね、性的嗜好のインタビューです。<laughs> はい。中学、中学ではなくて、小学1年生 はい、小学一年生です。え、そんなに早くて、はい。でも対象が男みたいな意識はなかったってこと？なくて、あの、うん、父親のエロ本を見て、うん、あのそうですね、床ずりっていうんですか、<laughs> 床を床をなね、床をなは良くないって、はい、性教育で言われているわ。こ <laughs> うしていましたね。その時に女性の体を見て。 ああそれは分かんなくてただそのもうそういう行為に対して興奮をしていたんだと思いますね。あとは快感かもしれないね先にね。うん、摩擦そうですね。摩擦の快感みたいな。なのであのであ 言った感覚しかないんです。要は、あの、というか、その、物は出ないので、言った感覚だけがあって、よく言う、こう、猿が何を覚えるみたいな感覚に近しいと思います、ね。気持ちいいことだからしようみたいな感じだよね。でも、多分、この中で、社長が一番早くに対象が男で性欲を持った人で、自分も好きになったのは、やっぱその思春期の、うちから湧き出る恋心が中1、2> <laughs> 1> 中2ぐらいで、 ようやく男の子が好きなんだって分かったけど小学校の時はその周りの流れに合わせてなんかみんなが誰々ちゃんが好きみたいに言い合う中で、はい、当然のように気が合う女子を好きっていう感情と一緒のような感じがして何々ちゃんが好きって女子の名前は自分も挙げてたんだよね。うんうん ちょっとストークの場合は、その小学1年生っていうのがちょっと早すぎたから、なんか、ちょっと話がちょっとまたしづらいのかもしれないけど、はい、僕なんかやっぱり一番最初の、まあ4年生ぐらいだったけど、小学校。その時は物を見てるけど、うん、物を見てる対象は、男女の、まあ、 海外ものの男女ものなんだけど、生男の人がたくさん出ている男しか見てなかったよね、<laughs> その時は。もうん、だから自分が男が見た目も好きだっていうふうに自分で自覚してたんだもんね。そう,そうそうそうですね、そうですね。うん、<ー>一番性欲早い人だよね、そこに関しては。あの、性欲の中性の対象が同性に向いてるってことを自覚してたんだもんね。 あとなんか僕家業が実は実家の家業が大工なんですよ。あこも男性とか<な>今のお仕事にちょっと通じるジャンルになってるのねそうですね、うん、まあそういったことも小さい頃からそういう要はガテン系みたいな人たちが、うん、まあ近く場にいつもこう誰か彼かいるみたいな。ない大工がうようよいた環境って。<laughs> <laughs> なんで逆になんかそのなんか男性 そうですねなんか何かしらの影響をいろんなイメージを受けてたのかもしれないですよね。じゃあ、なんかすごい若い素敵な筋肉隆々の大工さんが「よー、ストーンの坊ちゃん!」みたいな感じで声かけてくれるみたいな。<laughs> <laughs> はい、なんか僕小さい頃よく「あきちゃん」って呼ばれてたんですけど「うんまあきちゃん今日もあも元気?」みたいな感じの声かけとかやっぱり昔はありましたね。<笑><笑>いいね、いいね。そう,かうそう考えると僕はほら 母親一人で育てられたから、うん、父親がほとんど3年に1匹ぐらいしか帰ってこなかったから、うん、男性というものにもしかしたら憧れてたのかな要は分からかだから逆にストークンと逆のパターンで。男性性がない分、うん、自分が欲しいものとして余計はっきりっ見えたのかもね。じゃあまあ自分が男子が好きみたいに明確に感じたのはいつになるの そこをはっきりと感じるようになったのは高校を卒業して上京してそうですね上京してそ,うですあのそこからですねたまたまこう仕事をしているときにこうすれ違った人がめちゃくちゃ可愛いと思った相手が男性だったっていうことですね。社会人になってから同性が好きっていう思いに、はい。 気づいたのね、はい、あのそう,そうですね可愛いっていうのはさは女の人にも可愛いと思うじゃない僕も当然あると思うんですけど、はい、その可愛いが性的可愛いさだっていう実感をそこでしたってことですよねそうですねあのはなんでしょう,こう。一目惚れに近い感じの胸キュンですねうん、うん、キュンが来たんだね<ー>はい。逆になんか本当にさここは個人差があって当然なんだけどもどうしてもそれより先に味わってた側か,からすると 高校生の頃って欲望も強いし、はい、多感な中で、うん、その時には矛先が全然向かなかったんだね同性には。そうですねあのその当時、うん、僕の腹違いのお姉ちゃんが、うんまあ、美ンだったっていうことをうちの父親にこうカミングアウトをしに来たことがあったんですよで<ー>女子校の高校出身 まあ高校生でずっとサッカー部の部長で常に坊主ではいたんですけれどもその,その子があのそのまあ姉が連れてきたパートナーが女性で,でなんか実はあのお姉ちゃんは自分のことをレって言ってたんですけども俺のえ好きな人はえ同じ女性なんだということでカミングアウトした時にまあ父親がそこに対してすごい怒ってたんですよその時のお姉ちゃんっていくつですか僕と5 6 多分5 6個ぐらいい上だと思いますねじゃあその時は色くんはまだ中学生とか小学生ってこと、はいはい、だからそんなもんだと思って兄弟の前でそんな告白をしに来たのねお姉さんはね。<laughs> そうですなんかお姉ちゃんはもう全然住んでる場所も違いますし連絡先も知らなかったんですけれども、うん、父親とはなんかこうやっぱり連絡先は交換してたみたいで、うん、こう定期的にはあっちは会ってたみたいなんですね。 で、不意にこうあちらがうちに来た時に僕はその場面を見たということで多分中学生とかの頃にお姉ちゃんのそのカミングアウトしたところを見てでも親父はそれに対してすごい怒っててなぜかあの <laughs> <laughs> 殴ってるっていうシーンを見てしまったから。えー <laughs> えすごい怒ってるってなそんなの許さないみたいな感じそうですねなんかよくわからない理論を言ってたんですけど、まあ、お前が男だって言うんだったら別に殴ってもいいよなみたいな <laughs> <わ>よくわからないことを言いながら言ってたいな <laughs> 男でも嫌だやさんはどっちかというと, <laughs> と,と,とレズビアンというよりどっちかというと、はい、トランス男子的なレズビアンだったのかしら。 あそうです今は確か男性として生きてるって聞いてるのである、ねまあ、一人称俺っていうところでもそれっぽいよね。はい、そういうのもあって多分抑えてたんだと思う衝撃的な体験だよね。うん、の高校の時に付き合ってた女性とは性的関係はあありましたしやっぱりこうやりたいなっていう欲求もまあ,ありましたね。そこは全然 まあこれなんで多分聞いたかというとかゆみ社長は、はい、あの女の人と分け知りの、はい、散々男としかやってこなかったかゆみさんと結婚したことがあってで子供はお互い欲しかったから、はい、今人ぐらいやれるだろうと思って書や、はい、ねこうバリ島で結婚式挙げた書や、あのーはい、奥様のあそこを見たら30分トイレでお、はい、おうーってなってしまってっていうぐらい。<laughs> 本当にもううだろう身も心もそこに関しては性の対象が男じゃないと無理っていうタイプの人だったからそうです、愛情は女性に湧くことはあるかもしれないけど性欲は絶対ないんですよ。はい、うん、うん で、そでで僕の場合はそれが移行してきたとかじゃなく、はい、もう、はい、多分ちっちゃい頃から女性に対して恋心とかは別にあっても性欲がなかっただけなんですよね。なんか恋心というか人として好きだとか一緒にいたいとかは全然覚えるけどってことだ,だとからキュはそこは高校生の時は本当にストレート的な感覚で女子と付き合い、女性に欲情もしていたってこところなんだね。 そうですね、あとはなんか友人同士で AV とか見て、うん、まあシコルとかオナリーするみたいなことって結構あったので、うんうん、まあどっちに興奮したのかはなんか今になってみればわからないですね。はい、それなんだろう自覚的な芸だとそれを意識しすぎるからかしづらいイメージがあってよくノンケのそういう話で。 みんなで AV を見てみんなでおナじみするとかありえないとかで、はい、むしろ興奮しちゃって無理みたいに聞くと思うんだけど、ノン系だとできるみたいよね、それね、よく言うよね。はい、ありますねそれは。え、あなたもまた別のプレーでしょうよ、それは。<laughs> 別のプレー <laughs> <laughs> へあそっかまあ本当面白い、はい、このシリーズほんとねこうもうほぼほぼセクハラおじさんがいろいろ聞いてる感じになっちゃってるけど <laughs> <ー>やっぱ性的思考とね性自認がどういうふうに固まっていくかって本当人によってタイミングとかね、うん、流れが違うなっていうの今日またこのパターンもあるんだって思っちゃった、はい <laughs> うん、じゃあこもう社会人になってから道をすれ違った時に、はい 会った人への胸キュンから一気に、はいはい、あ同性が好きなんだって気持ちに傾いていったんだ。そうですね。最初はこうその感情に対してすごく動揺したんですけれども、うん、あのいろんなことを調べていくうちに、うん、クールボーイズっていう掲示板を見つけまして、はいはいはい、ゲイの出会いの掲示板だっけ。 そこで実際に自分も利用してみてなんか少しずつたいろんな体験をしていくとと,ともに自分は男性が好きなんだっていうふう,うにそこからはきっとね掲示板とかで経験を重ねていくっていうのは、はい、<laughs> ゲイ活動の王道かもしれないけど今となったら女性と付き合って女性と性行為はできないあ。やるだけだったら多分できますね。 いいほんなな人いるんだないや本当にね <laughs> でも一つだから気になったのはさっきの異坊兄弟のお姉様の、はい、やっぱり告白とそれを殴られるまで、はい、親御さんに同じお父さんに否定される姿を見たりとかあと、まあはい、大工さんみたいな男性性が強い環境にいたとか、はいまあ、保守的って,てイメージもある東北エリアだったとかそういう環境にいたことで。はい 自分の持っていた芸性の、まあ、発芽っていうとあれだけれども、はい、出てくるものが遅かったっていう面ももしかしたらあるのかもね。うんうん、ありますね。うん、あとはなんかもう僕中学生の友達中学生の子の友達で、うん、私は女性が好きですって公言しているア安の子がいたんですよ。いたからこそ そういう感覚も当たり前だよなそういうのもいるよなと思いながらも、うん、だけれどもなんだろうこの世の中で出回っているこうおねえみたいな、うん、そういうものがお笑いのちょっと対象になってしまうというのもいろいろあって多分いろんな意味合いで混乱していたからこそ抑え込,め抑え込んでいたったというのがあったのかもしれなさその抑え込んでいる時に本当はそうだけれども、はい、こういう環境だから。 よくないやって自覚的に抑え込んでるのと本当に気づかないのの違いってあると思うんだけど、はい、割と本当に気づかない感じだったんだね。はい、もしくはあの気づかないふ,<あ>ふりをしていたのかもしれない、ね、深層心理みたたいなところに、ね、フリだったら、ね、女の子とできないと思うんだよね あうん、ちゃんと興奮してたんだもんね。そう,そう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 。うん、あ、なんか本当に人の性のその辺のね、こうどれぐらい自分で分かってるのかとかも。あ、本当ぐらいでしょう。うん。そうですね。ね。あ,<ー>あの、性自認みたいなところでは、さっき、その、ままごととかも好きだったみたいなのでいうと。はい、特にあの女装参加ゲストの女装ラジの方では。 いわゆるジェンダー表現としても周りからからかわれてみたいな子供時代の話ってよく出てくるんだけど、うんうん、そっちは全然、昭弘君はなかったタイプあそうですね、うんあの、特に小さい頃なんかは、うんはい、丸坊主で、なんでしょう、そんな感じでいたので、うん、結構見た目は普通に男の子っていう扱いを受けていたと思いますね。うん、それか社長と一緒だね、社長もおかまみたいな言われ方はしなかった方なんでしょう。 うん、多分ね。だからまあまあ、普通に走り回ってたし、ママもとやってると、なんかお父さん役みたいな。<laughs> あ、そうなんだね女。女の子と、女の子とあ,あなんかいいけどこともあ、遊ぶことも全然平気だけど、はい、まあその時にやっぱりお男役みたいお、お父さん役みたいな感じだ、ね、っ 大人になってからね。いわゆる女役もいっぱいするようになったのにね。<laughs> <laughs> はい、すいません。そんなジェンダーバイアスを決めつけちゃいけなかったのね。<laughs> はい、そっかで、そこでいわゆる。まあ、世代のイメージで言ったら、私たちはずっと若いけれども。あの気づきは人よりはちょっと遅かったと言える。あきくんが、はい、あの一気にこう取り返すかのように。そういうテーマの、はい。 こう仕事を牽引する側にうん、うん、回っているけれども最初社会人としては、はい、もちろんそういうテーマの会社に入ったわけじゃないよね。あの24歳ぐらいまでは、うん、あの完全にクローズできていて、うん、で、えー、24歳のタイミングですごくこう自分の。 こういろんなものに対して悩み葛藤する時期があったんですね。うん、で悩,悩みすぎてこう精神的な負担が大きすぎてこう自律神経を痛めてしまって過敏性大腸症候群でした<あ>みたいなものになったりして。なか痛くなっっちゃってあそうです、うん、とか、あとはあの当時付き合っていたパートナーがもうゲイとして生きていくことに対して。あの 嫌気をさせてしまって早く死にたいとかよく言うことがあったりとかなんかいろんなものが相重なって社会を変えていきたいというか,なんかゲイであってもなんかこう普通に生活できるような日本だったらいいのになってすごく思うようになったんですね。でだけれどもそれが社会が変わるのを待っていたら多分来世になってしまうなって思ったので。 まずは自分のできることからということで、まあ、当時の持っていた資格、FP の資格を生かして、うん、まずは生活に役に立つ情報発信サイトというところから、アイスというものを立ち上げたのがきっかけでした。あじゃあ、自分のストレートとしてのお仕事で関わっていたテーマで、はい、LGBT に関連する発信をまずは自分から発信やってみようって動き始めたんだ。はい そやっぱ明く君がそれだけある意味その彼氏さんの話もそうだけど必要に迫られる、ねはい、何かがあったんだと思うけどなかなかね同世代でもうちらは相当はっちゃけてしまっている方だから、はい、同じようにずっと、ねはい、会社とかでは言えないって思いのまま、はい、ずっと生きてる方もたくさんね性的少数者っているからそこでやっぱり動こうと思えるところは本当にすごいよね。はい うん、なんかそうですね当時もうその当時からも TRP ってやっぱりありまして東京レインボープライドそうですねそのパレードとかには実は僕からこう参加したいとかではなくて実はその当時付き合っていた彼の誘いで行こうよって言われて、うん、でなんかその当時はうん仕方がないなぐらいの感覚でまあなん こうパレードに参加するみたいな時期だったんですよねクローズだったからそんな負けっぴろぎにしている人たちの祭りに行くなんてみたいな感じが最初はあったそうです、うん、もうなんだろうその場にいることがいろんなことのリスクにつながってしまうんじゃないかって僕は当時考えてしまっていてバレるかもしれないとかだもんねそうですはい ですけれど、まあそんなことをあの積極的にしていた彼がある日、どんなに頑張っても頑張ってもそれを足を,足を引っ張る当事者の人たちもいるわけだから、うん、こんなに頑張っても意味がないんじゃないかというふうにどんどん悲観的になってしまった時期があって当事者が足を引っ張るっていうのはちょっとわからないとはないわね。まあ、何でもそう そうですよね、なんかそういうこともあって、なんかこうちょっと彼が、うん、いずれまた、ゲイ界隈というか、LGBT に関連することに興味を持ったときに、ふとこう立ち寄れるようなところ、ホームとして、何かもっとおきたいなっていう考えもあって、こ会いに来そうみたいなところはあのあります、ね、ちなみに彼氏さんっていうのは、パートナーさんっていうのは、はい、年齢は上だったの、下だったの。 あ1個下で下なんだ下なんんだ、はい、でそうなんですで、まああのー、5年近く付き合って、うん、で自衛隊員だったんですけれども彼もやっぱりこう男社会の中でこう、うん、生活していてそして、えー、彼も高校生の頃までは女性が好きだったからこそ、うん、両親からはこう女の子が好きだっていうふうに思われていた。けれども突発的に彼が <laughs> 私両親にカミングアウトしてしまったことによって、まあ、いろんな悩みや葛藤を抱えてしまう時期に来てしまったとっいうのも重なっていたなとは思いなんかどうしても上の世代だとどんどん若い世代は楽になってるねみたいにまとめがちだけどやっぱりその人なりの、ね、環境が全然違うから今聞いたその自衛隊員さんっていう、はい、やっぱり職場環境も相当男性性を強いられるであろうだしだう,う,うはうはしていきたいなと思って。 角度が違っちゃってるからね、<laughs> <が>楽しい方のね。<laughs> 大江大学を受験した時に、トイレでなんかいろいろ落書きがしてて、はいあ、ここは多いんだと思って、<laughs> あ、行きたい行きたいと思いながらも。大江大学を受験してんだ、社長。うんうん、横須賀、大江大学校受験それなに、屈強な自衛官たちとウハウハできるかもみたいな、横島な。 割と自衛隊の割とお偉いさんが多くて、つながりがあったんだ。そうそう、受けてみたんですよ。したら、<ー>なんかトイレに、ええー、と思うような落語が聞かしてあって、なんか、まあまあ、言っちゃいけない、こうカットしてね、ハーレムじゃんと思いながら。まあ、カットしなくてもいいけどね、<laughs> 勝手に社長が思っただけだからね、そう思って行きたいなと思ったような感じだったから、なんか自衛隊、あ、いいなって。 分そのいるだろうけれども、同時にそ,のそれってね、うん、反動としてそういうことが極端に出る面もあるかもしれないけど、うん、普段はむしろそういうことを覆い隠さなきゃいけない度合いも強い環境だろうなとは思うけどね。まあ、まあ僕はね、隠さないタイプだからね。うん、そうだ、ね、逆に社長みたいな人がそういう環境に入って隠さなかったら、体制側はどうなるんだろうって興味はあるけどね。うん 出したかいやもう本当最低。それで言うと確かに僕の当時の彼氏がやっぱ訓練とかで外泊できない時は、うん、あ,のあんま思っていないですトイレとかで行ってあげたいとかって正直やっぱあったんで。やっぱそうだよね結局さ人って反動のものって大きいよね抑 <laughs> えつけられた分とかそう,、ね、そういうもんだよ。うん <laughs> きっと、やっぱり昭弘君がこの世代の中でこれだけの活動をする、なんか下地のような要素がいろいろちょっと聞くだけでも伝わるね、そういう彼の思いを受け止めていたりとかがあったんだね <laughs> そうですね、まあ、あとはなんかやっぱり家を借りるときのこうハードルの高さとかもやっぱり体験したりとかっていうのもあったので、本当にたぶん、そんなに引くっていうぐらい、僕、いろんなものを引いちゃってるんですよね。 そういうなんかこう<あ>体体験験しなくてもいい体験を、うんうんうん、今こういうことをすることにつながるような、はい、いろんなテーマねたくさん下にこしたことはないと思うよう僕も割と引いちゃう人だからあそうだねあ <laughs> あのすごいドラマチックな人生を早山 <laughs>、はい、社長も送っていて、うん、あのなんか最初に付き合った人がね目の前でちょと事故で跳ねられて亡くなっちゃった、はいうん、とか 2>, 2番目の人は交通事故で 記憶喪失になって戻らなかったのが、うん、割とかドラマを持ってるよね。もで,うん、でも、あきろくんのそれも、うん、まあ、よく言えば、はい、そういうことがすごいスピリチュアルな言葉で言うと、<laughs> お導きだったんじゃないかなと思いますよ。はいはい、だからこそ、今、人にそういうことをね、切り開いて道をこう作れる人になれたとも言えるから、うん、ね。ちょっとトラブルな面もあったかもしれないけどさ。 きょうです、ね、今日聞いたエピソードだった私さ、そのお父様にわざわざ宣言にまで行ったのに、はい、男なんだったら殴っていいなみたいなことを言われて殴られたトランスの、はい、今はお兄さんか、お兄さんがすごいなんか、応援したい、はい、お元気そうなんですよ、うん、会いたいんですけれども、うん、うちの父親はですね、うんこう、絶対教えてくれないんですよね、所在を。あそうなんだ で実の母にもやっぱり会いたいと思っていて、うん、でもやっぱ教えてくれなくて、うん、今の母親は僕5人目なんですよなのでまあ過去の母親はまあそこまであれなんですけれどもまあほに実の母には会いたいけれども会わせてもらえない、うん、だから僕が実はメディアに出る理由の一つってなんかどこかで見つけてくれてたら嬉しいなとか <laughs> そういうこともあったんだそうなんです <laughs> お父さんんには神話と住んでるのあ、もうしましたあの。それこそ26歳ぐらいの時に、アイリスの流まれで。そうですね、任意団体から、まあ、あの法人化させたタイミングで、うん、あの僕がやっている仕事はということと、まああの、その当時付き合っていたパートナーを、まあ、実家に連れて行ってみたいな感じでは、その紹介はしてあります、どうでした、ねその時は あのうちの家系は面白いものでこうお金で物事を解決できる <laughs> そういうなんでしょうこう <laughs> そういうなんかこうちょっとダークな家系というかあれなんて <laughs> <laughs> なんかあのうちなんか。 宮大工出身なんで、そこそこ、実は僕が小さい頃ってそ結構お金があったはずなのに、<ー>親父のせいでいろいろ失敗したもんで、もうどん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 貧乏になっていくと、でも電気ガスが全部止まるような、本当にこう貧困時代が僕あったんですけれども、そんな家庭で育ったんで、やっぱこう父親とかは常にお金に困ってるんですよ。 ですから、こ,うこれあの、よかったら生活に使ってみたいな感じでこう、ちょっと10万ぐらい、ポッと添えて、うん、その話をすると、とりあえず、その場は何もなかったみたいな感じいやだ、じゃあ、お姉ちゃんもね、金一分持ってたら、また態度違ったかもね。<laughs> でも、そんなお父さん、ちょっとショックだわ。あごめんなさいね、<laughs> 人のうちのお父さんも。さささどうしおお父んんはお姉さん今い のお兄さんとか海のお母さんを教えてくれないんですかねいろんな意味合いで不安なんだろうなと思っていて、もうその彼のしてきたいろんな言動というのは僕を歪んだ愛情なんだろうなって今では捉えているんですけれどもそ,それがあったからこそ自分の元から離れられるのがかな怖かったんじゃないかなと。なるほどね。 やっぱ独占欲の強いタイプだったので、特にみたいな。はあ、でもはい、なんか。もう何も分からずにお話を伺ってみようと思って声をかけたけど。もう想像以上にすごいヒストリーで。ははっていっぱい思いました。ありがとうございます。<laughs> <laughs> これできないんじゃないの。<laughs> ああ、さ,さらっとやりましょう。はいえー、月曜日恒例の、旬のニュースや話題をゲストさんと一緒にお話しするフレッシュトピックです。 中国新聞デジタル3月3日配信記事より LGBT カップル断られ続けた人体入居パートナー制度に追いつけぬ社会という記事が掲載されていました、えー、広島市はあこの中国新聞などね広島のニュースだったんですけれども、はい、広島市は性的少数者のカップルを認定するパートナーシップ制度を県内で初めて導入して1年30組以上が制度を利用したということなんですが えー、この制度を利用した自営業の30代ハヤトさんとパートの20代ハルカさん、いずれも仮名が蓋を開けてびっくり、何にも変わっていないと驚きと憤りを隠せない、ハヤトさんの心は男性だが、戸籍上は2人とも女性、法律上の結婚はできない、広島市が設けたパートナーシップ制度を利用するため、昨年末に呉市から転居したが、 住まいが見つかるまでに1年余りもかかった。2人は不動産業者にあえて新たな制度を使うカップルとして暮らすと伝えた。約10社の担当者のうち半数は制度があることは知っていたが、帰ってきたのは断りばかり。オーナーから理解が得られない。そういう関係だと審査できません。夫婦ではないのでとさらりという人もいた。言葉の刃が2人の心に刺さったという記事がねあの、本当ベストなタイミングでね、配信されていたんですけど、ま,まさに こういった思いに応えるというお仕事ですよね、須藤さん。そうですね、はい。あのー、まさにこう同性カップルに限らずなんですけれども、今の不動産業界というのはこうお家が借りづらいという層がまあある一定数いるんですね。そこがまああの例えば LGBT だったりとか、あとはええー 外国籍の方、うん、あとは高齢者の方、障害をお持ちの方とか、さまざ、あ、まいろいろ理由がある中で、よくいわゆるお詰めにある2人入居家物件に関しては、これはあの男女間であればまあ住めるお家なんですけれども、もしくは親族とか、我々同性カップルの場合ですと、ルームシェアという扱いになってしまって。 こうなかなか審査にすら載せてもらえないということが、まだいまだにその辺、はい、実体験とかね、いろんな自分たちの思いも含めて、えーえー、次回、ちゃんと今度はね、そのセクハラおじさんたちが昭浩、えー、君の昔の事情を聞く会ではなく、はい、アイリスさんのお仕事の内容を聞く次回の方でいろいろ詳しく伺いたいと思いままますすすよろししししくおお願願いいいいたします。 ジョソラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの購入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先はツイッターのジョソラジアアカウントをチェックしてくださいね。ポッドキャスト YouTube などお好きなメディアから いつもあなたの耳元に。それでは、次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。